ソルトレークシティはアメリカ合衆国のユタ州の州都。同州の最大都市で市内の人口は19万884人であるが、周辺地域を含めた都市圏の人口は115万3340人に及ぶ。末日聖とイエスキリスト教会が築いた宗教都市であり、同教の本部が置かれている。 ロッキー山脈の西部にあたる州の北部に位置し、西部高原地域の経済、文化の中心地となっている。2002年には冬季オリンピックが開催された。ソルトレイクシティのダウンタウンソルトレイクシティは、末日聖徒、イエスキリスト教会が開いた町として知られる。1830年に、ジョセフ・スミス・ジュニアによって回復された、モルモン教は、 競技や急激な拡大によりたびたび周囲との衝突を余儀なくされた。1831年にミズーリ州ジャクソン軍インディペンデンスを拠点とするが、構想により追放される。続いて、ミズーリ州、ファーウエストやイリノイ州ナブウェの入植を試みるも、失敗する。1844年、初代教祖ジョゼフ・スミス・ジュニアが、ボートの襲撃を受け死亡。 ブリガム・ヤングに率いられたら一派はフロンティアを求め、モルモン開拓者として西方に移動を開始した。1847年7月24日、グレート・ソルト・コナン島の砂漠に、ヤングは都市を築くことを宣伝した。周辺は、山岳や荒野、縁湖に囲まれた過酷な環境であったが、1848年、の人口は5000人、翌年8000人と増加し、さらに、 ゴールドラッシュの中継地点となったことが発展を確実なものとした。その後も駅馬車や大陸横断鉄道の要所として成長を続けたが、モルモン教をめぐる混乱と議論はユタ戦争やユタ順州の昇格問題など、その後もしばらく続いた。第二次世界大戦中に太平洋岸の諸都市で強制収容キャンプに移住させられた。 日系人を戦後積極的に受け入れたことから、現在でもアメリカにおいて、日系人の比率が高い都市の一つとなっている。ソルトレークシティは、北緯40度45分、成型111度53分に位置している。総面積は285.9キロ平方メートルである。同市は、ソルトレークバレーに位置し、海抜1320メートルの高地にある。ちなみに、 北緯はニューヨークとほぼ同じである。鉱算資源が豊富で、特に金の産出量は全米で1、2を争う。また、シリコンバレーのように IT 産業の発展を目指しており、ソフトウェアバレーと名乗って誘致に乗り出している。市の西側にはグレートソルトレークが広がり、ここからソルトレークの名が由来している。グレートソルトレークは、 イスラエルの死海のように海水より塩分が濃い湖である。周辺には雪質の良いスキー場を多数有し、スキーリゾートの中心地としても賑わう。教育はソルトレイクバレーの中で最も進んでいる。1847年、先駆者のジェーン・ディルースは最初の末日生徒、イエス・キリスト教会会員となった家族のために開拓者のテントで教育を行った。 19世紀末には宗教教育の割合について会員と非会員との間で議論が起きたが合意にこぎつけなかった。現在、会員の高校生の多くが何らかの形式の宗教教育を受けている。高い出生率と教室の大きさからユタ州は学生一人当たりに費やされる額が他に比べ少ない。そのため多くの企業が 学校に寄付をするなどして支援している。衆議児童と県用の市議児童ソルトレーク神殿2002年の冬季オリンピック時に建てられた聖火台4つの高速道路が走っている。市内をユタトランジットオーソリティが運営する路面電車と中距離電車が走っている。また大陸横断鉄道の駅がありカリフォルニアゼファーゴなどが停車する。近年は 交通事情の改善を目指し、近隣都市への鉄道の布設が計画されている。ユタトランジットオーソリティが100以上の路線バスを運行している。ソルトレークシティのダウンタウン、2004年ソルトレークシティは、複数の姉妹都市を有している。ありがとうございます。